今日も撮影の仕事で東京に出かけてきます。今急行を1本、見過ごして、乗り過ご、違うな、やり過ごして、快速急行というものの方が乗ってる時間が短いので、5分の差なので、こちらを、やり過ごして次の快速急行に乗っていきます。ジャン君、ただいま帰りました。だいぶ長らくお待たせしましたね。外はね、今日は意外に暖かくて、撮影で歩き回ったのでちょっと疲れました。新しいこのカメラも、やっぱりいいですね。暗いところでもシャキシャキ撮れるし、やっぱりなんていうのかな、安定感が全然違います。これで、このカメラを買う動機になった仕事ですねが、完了したわけですが、これからデータをまとめて、よいしょ、まあ納品ということになります。ジャン君、実際にはですね、この仕事のギャラよりもカメラの方が高かったので、カメラ代をまた捻出するための仕事を取りに行かなきゃ。さあ動かなきゃいけないですね。年内は、あともう1ヶ月半を切ってしまったので、年内にどれだけ、人と会って仕事が生み出せるような予感くらいは作れるかですね。東京の頃の知り合いにもまだちゃんとは連絡を取っていないのでですね、いろいろやらなきゃいけないことがありますね。さあ、ジャン君をちゃんと育てるためにも、ポンちゃんはどこ行っちゃったかな。あら、すごい足元にいたのね。はい、ポンちゃん、よいしょ。そしてポンちゃんはなかなかピンとが合わない。困ったね。ここにピンと合わせよう。いいかな。いいですね。こういうことができるのがこのカメラのいいところですね。マニュアルのオートフォーカスじゃなくマニュアルフォーカスにする必要がなくてですね、この黒い体だとピントが合いにくい場合、程よいところにこうポイントを作ってですね、そこのピントを合わせるというふうにするとおおよそ合います。これはいいカメラだなーって、他もみんなそうなのかな。浦島太郎のようです。はい、頑張って仕事をやりますよ。あ、今フォーカスが解除されましたっていうのが出ました。じゃあね、頑張るよー。